ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の先の内田です。本日は生花町光台にございますビューテラス、B 棟を紹介させていただきます。こちらは、2LDK タイプとなっておりまして、新婚さんやファミリーさんにぴったりのお部屋となっております。それでは早速中を見ていきます。まずこちらがリビングとダイニングキッチンのスペースとなっておりまして、こちらのお部屋は、このように十分な広さがございますので、ダイニングテーブルやソファーなども置いていただけるようになっております。こちらのお部屋のキッチンスペースは、使いやすいオープンタイプのキッチンとなっておりまして、シンクも広々としております。調理するスペースもしっかりとございますし、こちらにガスコンロを置いていただけるようになっております。収納の方も上下にしっかりとございまして、上はこのような収納です。真ん中にはこのように2段目になって水切り棚がございます。下もこのような収納になっております。冷蔵庫などはすぐ横に置いていただけるようにスペースを用意しております。またリモコン給湯もすぐ手の届くところにございますので、温度変更などこちらの方で簡単にしていただけます。またリビングの壁の部分はこちらですね、ソングウォールという形でこのようにですね、おしゃれな棚がつけておりますので、こちらの方には雑誌を飾っていただいたり、写真を置いていただいたり、またこちらには何かかけられるようにもなっておりますので、入居者様の方でご自由に使っていただけるようになっております。もちろんこちらのお部屋にはしっかりとしたバルコニーがございまして、このように、大変日当たりのいい、バルコニーがついております。リビングの、隣は、洋室となっておりまして、こちらの洋室も大変広々としている洋室となっております。収納の方はこちらを開けていただきますと、このように高さ奥行きしっかりあるクローゼットの収納ついておりますので、服などがかけていただけるようになっております。先ほどのリビングと、合わせて使っていただいても大丈夫ですし、しっかりとした間仕切りがございますので、寝室などのプライベートのお部屋として使っていただくこともできます。それではその他のお部屋を紹介させていただきます。まずこちら玄関のスペースとなっておりまして、玄関にはしっかりと下駄箱がございます。そしてこちら側が洗面所となっております。こちらが独立の洗面台となっておりまして、ここに洗濯機を置いていただけるようになっております。またお風呂も十分な広さがございまして、換気窓など設備の方も大変充実しております。こちらの物件のお手洗いはこのように洗面所から行っていただく形になります。そしてもう一つ洋室がございまして、こちらの洋室は2面に窓があるタイプで大変明るいお部屋となっております。また収納の方もこのように大きな収納がついておりまして、中が3つに仕切られているので入れるものに合わせて選んでいただけます。また壁の方にはこのように服がかけられるようになっておりますので、大変使い勝手のいいお部屋となっております。はい、それではお部屋の紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸の先のホームページをご覧ください。奈良のもてなし、奈良心、賃貸の先では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。